皆さんこんにちは。メタクズです。今日はスキドレハイビートの紹介をします。私はいい歳してるので15年前リアルでスキドレバルバを使っていました。ということでこちらが直近20戦の戦績になります。20戦中6敗しているため14勝6敗ですね。以前のヌメロン村久保大座より勝率が低いですがこれには理由があります。6敗中の3敗がオルターガイストとコアクマだったためです。オルターは自分でスキルドレインを入れるぐらいスキルドレインが効かず、コアクマは罠の効果を受けなく、落とし穴で高打点は全て処理されてしまいます。あくまで環境デッキメタであり、トップから落ちる罠型のデッキが苦手対面となるので、今回そこに多く当たったため勝率がだいぶ落ちています。ということでこちらが使用したデッキになります。エクスプレスナイトがいますがこちらは CP の都合です。3大音だと思ってください。まずは3大音ですがこのカードが環境デッキにぶっ刺さります。最強カードと言っても過言ではありません。リリースなしで召喚できる破壊耐性持ちの4000打点です。つまりアルデク、VFD、巨神鳥を殴って何でも処理できます。本体は戦闘ダメージを与えられませんが戦闘を行ったバトルフェーズ終了時に相手に2000ダメージを与える効果も持っています。戦闘ダメージを与えられないデメリットとスタンバイにデッキに戻るデメリットを返しのターンスキルドレインで無効にし制圧解除しながら4000アタッカーとして使えます。このカードは本当に強いです。次回神の中で唯一 UR なだけあります。使う場合は巫女からのサーチには対応していない点だけ注意してください。次はバルバロスです。このカードはリリースなしで召喚すると打点が1900になります。スキルドレインを使うことで打点が3000に戻るためアタッカーとして採用しています。3体リリースしてアドバンス召喚することで相手フィールドを全て破壊する効果もあります。このデッキでは神スライムを採用しているため神スライムをリリースすると、相手の場のカードすべて破壊して3000打点叩き込むといった運用も可能になっています。1900打点でも十分なので腐りづらいです。次にラストストリクスです。このカードはリリースすることで、EX デッキから RR エクシーズモンスターを特殊召喚できます。そのままでは特殊召喚したモンスターがエンド時に戻ってしまうため、アルティメットファルコンを特殊召喚しセブンシンズを重ねることで4000アタッカーとして運用することができます。自身をリリースして発動する効果のため、スキルドレインで無効にならない点もポイント高いです。そのターン戦闘ダメージを与えられませんがスキルドレイン下では、4000打点は十分に超えづらい驚異的なモンスターとなります。レボリューションファルコンを特殊召喚しガイアドラグーンを重ねて戦闘を行うことで、2素材アーゼウスを出すことができるので盤面をひっくり返すこともできます。ただし壺系カードと命削りとは相性が悪いため使うタイミングは、プレイングでカバーする必要があります。次はメタルリフレクトスライムです。このカードは1枚で神スライムになれるため、相手のターンの壁、返しに3000打点として運用ができます。命削りと相性がよく効いてからセットすることで命削りのデメリットを召喚兼使用後でも無視することができます。モンスターカードではできない芸当ですね。先ほど言ったように神スライムはバルバロスとも噛み合いが良く、守りにも攻めにも使える優秀なカードとなっております。採用しているメタカードはスキドレとマクロです。この2枚が刺さらない対面はほとんどありません。余ったスロットには虚無を刺しています。ここは罠デッキ対面考えて羽でもいいかもしれません。あとは神の宣告と高校でも強い汎用罠、メタカードを引き込むドローソースをふんだんに詰め込んで安定化させています。ドローソースはリソース回復が難しいメタビートにおいては、必須級の役割を果たすためできるだけ妨害がない場面で打ちたいです。冒険から打ってうららもらって命削りが打てたりすると理想です。命削りからは打たないようにしましょう。それでは対戦の方を見ていきましょう。今回はリプレイ数が多いので全てに倍速でお送りします。先日のチェンバがテンポ悪いと感じたためテンポ感においても2倍速がいいかなと思いました。対戦よろしくお願いします。こちらは高校です。
相手はセットエンドしました。事故ってるのかサブテラーなのかまだわかりません。とりあえず壺から行きましょう。相手がなんであろうがマクロが効かないデッキの方が少ないためマクロをチョイスします。妨害は紙と脱出で足りてるので問題ありません。相手はシャドールでしたね。マクロぶっ刺さりなので大喜びです。アクカネが出てきて早速マクロが無効にされてしまいました。このカード強すぎる。墓地に行かれるとリソースになるので脱出で飛んでもらいます。エルシャドは紙で無効にして相手のリソースを切らしちゃいましょう。下級で殴ってくるためリフレクトで防御します。相手はアナコンダ超融合でリフレクトを除去してしまいます。この筋が見えていませんでした。リフレクトは温存して通した方が良かったです。ミドラーシュは無視していいのですがスターズは破壊された時に、こちらの特殊召喚されたモンスターを全て破壊するので結構厳しいです。トップが最強カードだったので助かりました。神スライムを出してしまうと、ミドラが墓地に行ってルークで動かれるので1ターンが満しました。脱出でスターズは安全に消してスキドレ引けたので神スライムビートを開始します。神戦もあるので融合回収されても基本的に問題ないです。壺からバルバ引けました。スキドレがあるのでチョイスします。ここ、命削り開いたのは完全にプレミです。ダメージが0になるのを忘れていました。神スライムがいるのでシャドウルフュージョンを撃たれますが、神戦があるので問題ないです。相手はルークからもさらに動こうとします。ミドラが出てきますが脱出があるので問題ないです。あとはスキドレ開いて殴ったら6000なので勝利となります。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。もし倍速が嫌だったらコメント欄で教えてください。コメント欄の意見で速度を変えようと思っています。対戦よろしくお願いします。相手はドライトロンですね。とりあえず G を投げてみましょう。アルデクは妨害数がだいたい4回なので大量ドローされると止めきれないため、基本的に止まってくれます。突破されても3ダイオン引ければ返せます。止まってくれましたね。手札の罠強すぎるのでドライトロンは何もできないと思います。とりあえず4000打点立てて罠構えちゃいましょう。バーミリオンに無効にされてしまいました。このカードめっちゃ強いですよね。しかし相手の墓地にドライトロンは0枚でマクロがあるのでこっから相手は動けなくなると思います。相手はフェニックスでとりあえずマクロ割って動こうとします。ここにスキドレチェーンで相手サレンダーとなります。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。プラチナ1から落ちない仕様に変わってからカジュアルデッキもランクマッチに多く分布するようになって環境がだいぶ変わってきました。対戦よろしくお願いします。何のデッキでもそうなんですけどまずは壺です。最強メタカードマクロコスモスをチョイスします。打点は命削りデッキ帯ですね。今命削りを使っても割と損をするので温存します。コストで墓地送りとかから動かれたくないので、マクロは先に開いた方が得です。相手はおそらく12トライブリゲートですね。マクロ先開きしてよかったです。完全にラムの効果を忘れて脱出を打ってしまっています。アーゼウス考えた時に相手の EX を1枚無駄に使わせたと思えば得したとポジティブに行きます。相手はガンガンに重ねて4素材アーゼウスを出そうとします。マクロさえ剥がせばトライブリゲートから動けるからですね。しかし神の宣告があるため相手の EX デッキが枯れるだけで終わりました。こちらは命削りからリソース回復をして妨害とアタッカー両方引けました。相手のアーゼウスはもうないためライフポイントだけ気をつけていきたいです。直接攻撃で削られました。12はこれがあるから怖いですね。トランシアまで出てきたのでさすがに神戦打ちます。
神スライムが消えてしまったらアタッカーがいつ引けるかわかりません。脱出もあるので順には対処できます。神スライムビートで倒すことを狙っていきましょう。ここでリソース切れで相手サレンダーです。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。体調が良くなったので本日から禁酒をやめたため、今飲みながら編集しています。ミスがあったらすみません。対戦よろしくお願いします。相手はおそらく LL トライブリゲートですね。マクロを引けるとかなり楽になります。とりあえず最強の誘発である G を投げて展開を妥協してもらいます。相手はロビンで展開を妥協してくれました。バルバロスで殴れるので問題ないです。マクロ引けましたね。もう相手は終わったも同然です。月どれとマクロと神戦があり、命削りでのリソース回復も見えています。脱出による除去もあるため相手が高打点出してきても問題なく対処できますね。羽はマストで止めましょう。相手はおそらく展開してマクロを剥がすつもりですが、スキドレで無効にします。展開ができなくなったのでセットエンドです。スキドレで全員バニラなので打点勝負に持ち込みます。おそらく超えられないので相手サレンダーです。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。コメント欄を見てるとメタビも展開系もどちらにもストレスがある人が、いるようです。対戦ゲームなのでストレスがないデッキなんて、存在しないということですね。対戦よろしくお願いします。命削り打ちたいので G 輪から打ちします。アタッカー、スキドレ、妨害、リソース回復全部引けましたね。殴ってきたのでスキドレで返り打ちにします。ボトスラ久しぶりに見ましたね。何のデッキでしょうか。とりあえずスキドレあるので打点をチョイスします。現状穴は足りてるので問題ないです。レベル1戦士炎なので見た感じイゾルデを使うデッキっぽいですね。遠征騎士やイグナイトとかでよく見るカードではあります。相手は壁を作りますが、脱出2枚で剥がします。ここで相手サレンダーです。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。来週からちょっと時間が取れそうなので久しぶりにライブ配信でもやろうと思います。対戦よろしくお願いします。すんごい手札です。アタッカーが引けないと負けてしまうので、ドローソースが欲しいところですね。相手はどうやらファーニマルです。一瞬デスピアかと思いましたがマスタージュエルにはまだいませんでした。相手は融合すると素材が除外されてしまうため、おそらくマクロを剥がすまで動けません。ここでサレンダー。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。このデッキはドロソ大量なので比較的安定はしていますが、それでも事故るときはマクロ3引いたりして事故ってしまいます。対戦よろしくお願いします。相手は多分召喚者ドールですね。G でリンクから墓地融合されるのを止めておきます。三大王はスキドレ開くまでは破壊耐性があるので、激流をチョイスしておきましょう。できれば神戦引きたかったですが罠構えて終わりとなりました。羽ライストが来たら終わってしまいますね。メルカバーでスキドレ止められたら困るので先に開きます。相手はメガラニカですね。アレイスターと合わせて殴ってくるようです。こちらは脱出があるため問題ないですね。なんか侵入まで入っていました。珍しいですね。継承墓地効果でスキドレ割ると思ったら違いました。ここで相手サレンダーです。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。
次の相手は電脳なのですが、電脳はマクロがあるとデッキから墓地に送る効果を発動できないため場に特殊召喚できません。こちらがマクロを開いたらどうなるか見てみましょう。対戦よろしくお願いします。マクロ1枚で済んでしまうので相手サレンダーです。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。次の対面はチェーンバーンなのですが、基本的にこの対面は負けます。運よくこの試合は勝てましたが、デッキ構成上かなり厳しいです。対戦よろしくお願いします。相手はモンスターも展開せず墓地も使わないため、こちらのメタカードが全て腐ります。さらにこちらはハイビートのため、相手のダメージ反射がぶっ刺さります。展開しないでバルバ短期で攻めればいいと思っていたのですが、お邪魔トリオで相手の火力が化けることになります。こんな時のためにも EX にリンクモンスターは入れようと思いました。相手は好き放題ダメージを与えてきます。しかしリソースが細くなっていますね。このままドロソカバーン引かれなければ押し切れそうではあります。もう火力1枚で負けるラインまで来てしまいました。祈りながら攻めていきます。どうせなんでも終わりなので反射も気にしません。相手はメタイオンでひっくり返そうとしますが、脱出がたまたまあったので防げました。なんとか間に合って勝てました。対戦ありがとうございました。いかがだったでしょうか。展開系から見たら悪夢のような高打点メタビでした。よかったらチャンネル登録、 Twitter マスタージュエルのフォローお願いします。最近リプレイ公開してます。それではご視聴ありがとうございました。